あ、こっちじゃねえわ、こっちじゃねえわ。おはようございます。現在朝の5時半ですね。5時半、もう5時半でだいぶ明るくなってくるんやな。今ね、朝ごはん食べてきまして、温玉ご飯と豚汁、美味しかった。やっぱり朝はご飯が食べたいな。美味しかったね。あの温玉ご飯210円って安いですよね。若干小盛りではあるけど美味しい。ネギが乗っとって、卵が乗っとって、で、結構ね、甘めの出汁が効いとるの。うん、初めからね、出汁がかかっとって、結構ね、甘め。うん。最初ね、見た感じでちょっと醤油足そうかなと思ったんやけど、まずくっていくとね、そこの方にね、しっかり濃い出汁がね、溜まっとるから、醤油はね、足さなくて正解やった。美味しかった。それと豚汁ね。豚汁うまいよな。今日ね、すごい寒いんですよ。寒いから余計に美味しかった。あ、お腹いっぱい。朝ごはんにはね、ちょうどいい量。美味しかった。お、横のバスが出ようとしとるけど。お、出るか、出れるか。結構ギリやけど。おー、出る出る。出る出るって。バスの運転手さんも大変よな。ねえ、なるべく近いところで止めんといけんでしょう。お客さんがね、なるべく歩く距離を少なくせんといけんからさ。で、空いとらんかったらね、ほんとそれこそもう通路に止めるしかないでしょ、バスは。トイレ休憩とかもあるからさ。バスも大変よな。あ、お腹いっぱい。あ、満足満足。朝からのんびりね、朝ごはん食べるのもええわ。ここね、結構、特にね、土曜日曜すごく人が多いんですよ。ね、ここでフードコートもね、いつも寄ってみるんですけど、人が多くって断念するんですよ。だけどね、やっぱり朝この時間は、ね、人が少なくってよかった。満足したわ。ずっとね、この温玉うどん食べたかったの。ね、210円で、ね、僕ネギも好きやし、卵も好きやし、ね、絶対嫌いなわけないもん。よし、今からね、ぼちぼち、また走りたいと思います。あ、満足した。美味しかった。朝からいい気分。はい、今ね、オウゴパーキングエリアまで来ました。ここで、シャワー休憩です。シャワー休憩。人が多いかな？人が多かったらやめよう。袋がないんよな。入れ物がないんよな。なんかないかな。ジェリジェリ袋でいいや。これでいいや。いえ、誰もいない。どこ使おうかな。一番奥使おうか。誰もおらんやった。一人です。いっぱいおるかと思ったけど一人やったわ。よし、ゆっくり入ろう。ここにも書いてるね。ここにも書いてる。ねえ、悪い人おるんやな。ねえ、悪い人おるのよ。タオル忘れた。タオル忘れた。まあいいや。10分で200円です。
生き返った、あ、生き返った、気持ちよかった、あ、よかった、吸い取ってすぐ入れましたね。よし、今からねまたぼちぼち走りたいと思います。今日はね結構時間に余裕がありますんで、のんびりね休憩しながら帰りたいと思います。よし、行こう。